この動画は交通安全啓発を目的としております。完全に当て逃げ。時間は気にしないで。後続ではなく先頭走ってたら死んでたな。じじい、お前の車線の信号の色は何色だ？ショートカット右折からの右折車線からの直進。交差点内追い越し、免許剥奪してほしいわ。はい、アウト。こういうやつが目の前で捕まる瞬間を見てみたい。びっくりした。曲がるためにゆっくり目に発進したけど、直進だったらもう少し早く進んでたから危なかったな。かなり近かった。とっさに左にハンドル切ったけど、単独で壁に当たるより、相手の車に接触した方がいいと思ってハンドル戻した。後続車は一時停止しなくていいんだっけ？いや、ダメだろ。交差点を追い越しすし。最近は、横方向煽り運転が、流行か、10センチ程度のスレスレでやばかった。自然に通り過ぎるもんだから自分が信号見間違えてんのかと一瞬疑った。新年早々死ぬかと思った。バイクだから死角に入ってて見えにくかったんだろうが、車線変更するときは目視確認してくれや。
目視確認しないやつは免許返納してくれ。新年早々事故るかと思った。冗談抜きでこういった運転やめてくれないかな。左折くらい待ってよ。当たるかと思ったわ。青の車の一旦停止無視。白の車がブレーキ踏んでなかったら事故ってただろう。こういう自分勝手な運転は本当にやめてほしい。対向車のことなんて1ミリも考えてない運転。アルファードってステアリングの切れ角小さいんですか？対向車のヤリスクロスに突っ込まれそうになる。背後にはノーウィンカーのプリウス。この国は終わりだよ。プリウス、来た。ウインカー1回で割り込んでブレーキ踏むとはさすがだ。よし、面白い映像が撮れた。さすがプリウス。だからプリウスには近寄りたくない。そういえば俺をチャリで煽り運転した、このジジイどうなったんやろか。ご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。